花と酒をて。いざ。お前たちか。今日は何か買いに来たのか、それとも鍛造の依頼に。翔さん、お疲れ様です。お伺いしたいことがあるのですが、前期革新というものを聞いたことはありますか。ああ、それはもちろんあるが、お前さんは。申し遅れました。私は運気。翔さんは覚えていらっしゃらないかもしれませんが、以前父が舞台で使う武具を依頼したことがあります。運気？舞台？ああ、まさかお前さんがあの運先生なのか。すまんすまん、鍛造に集中しすぎて頭が回ってなかった。運先生の名前は俺みたいなあまり劇を見ない人間でも知っている。で、戦機革新について聞きに来たんだったな。無論、俺ならそれを作ることができる。過去の軍玉閣の建設でも行幸様のために作ったことがあるからな。ただ戦機革新を作るのに必要な鉱石はかなり希少なものだ。前回は行幸様が用意してくれたんだが、お前さんたちは持ってんのか。いや、まだ持ってないんだ。だから何が必要なのか教えてくれないか。なるほど、そういうことか。これを作るには再生鉄鋼と非化石という2種類の鉱石が必要だ。俺の記憶が正しければ行幸様は前回天鉱山のあたりで鉱石を見つけてきたはずだ。再生鉄鋼には神の目と共鳴する性質があると言われている。苦労はすると思うが、時間をかければ必ず見つかるだろう。ただ非化石は少し厄介でな、あまり市場にも出回らない代物なんだ。すまんが、それについては力になれそうにない。ただ天鉱山の付近に住む人なら非化石の在りかを特定する秘術を知っていると聞いたことがある。もちろんただの噂に過ぎないがな。まずは天鉱山の周辺で再生鉄鋼を探し、地元の人間に会ったら非化石について聞いてみるといい。天鉱山、そういえば真の壁画も天鉱山を舞台にした物語です。天鉱山の環境は素晴らしいもので、多くの仙人たちも好んで訪れると聞きます。そこなら何か新たな発見があるかもしれません。皆さん、他の方に遅れを取らないよう早速出発しましょう。幼い頃、父と一緒に天鉱山を訪れたことがあります。あまりにも高い山でしたので、頂上にたどり着いた時には足が棒のようになっていたことを今でも覚えています。今日、その思い出深い地を再び巡ることになるのですね。この険しい山道と流れる水を見てください。まるで桃源郷のようです。真如壁漢の伝説がこの地で生まれたのも頷けます。猛々たる煩煙と満ちる仙煙、まごうことなくここは仙人たちが息づく地でしょう。運金がもうすぐやる劇って真如壁漢なのか。ちょうど天鉱山で起きた出来事だなんて、これもきっと何かの縁だな。その真如壁漢ってどんな話なんだ。ええ、これはとある少女が英雄になる物語です。英雄、おいら英雄のお話は大好きだぞ。
これは天鉱山における最初の伝説でもあります。かつてこの地には栄えた村があったそうです。その村には特に仲のいい夫婦がいました。しかしある日、どこからともなく恐ろしい魔物が現れます。外で薬草を取っていた妻はその魔物にさらわれてしまいました。夫はその出来事に打ちひしがれ、心が病んでしまいます。魔物はとても傲慢でした。かの者は村人たちにこう告げます。死にたくなければ村の子供たちを差し出せと。なんて悪い奴なんだ。ちゃんと懲らしめてやらないと。しかしその魔物の力は強大でした。村人たちは恐怖のあまり、その要求を飲まざるを得なかったのです。誰の子供を魔物に捧げるか、それを話し合っていた時、突如一人の少女が名乗りを上げます。その少女ってまさか。少女は襖の剣を身に隠し、怯えたふりをしながら魔物の巣へと近づきました。そして勇敢にも立ち向かい、苦闘の末ついに魔物を退治したのです。その後、少女は優れた素質から仙人に引き取られ、幸せな結末を迎えます。ただ残念ながら仙人と人間には永遠の隔たりがあります。彼女が属性に戻ることは二度とありませんでした。病病たるこの世、晴れゆく霧、これが真の壁館の最後です。なかなか面白い物語であった。ただ我が思うに、その少女は語られているほど勇敢なものではなかったように思う。もろ手を挙げて称賛するのはいささか賛同しにくい。そのように考えたことはありませんでした。劇を創作する際、その理解を深めるのと同時に物語の展開を考慮しなければなりません。ですので必然的に実在する物語を改編する必要があります。この劇を父が書いた時、おそらく物語の核心である神女に脚色を加え、より多くの人々に感動を与えようと思ったのでしょう。ああ、でも良い物語であることには違いない。我が理想とするような物語だ。うんうん、いい話を聞いたらなんだかオイラもやる気が湧いてきたぞ。よし、オイラたちも頑張って再生鉄鋼を探そうぜ。Yeah.
だ。剣女盤石。はっはっ。やっ。やっ。はっ。突きあり。魂よ。あっと。再生鉄鋼は多分これで十分だな。残りは非化石だけど。先ほど道すがらあたりを眺めていたところ、村が見えたような気がします。翔さんに現地の人に聞いてみるよう勧められましたし、訪ねてみてはいかがでしょう。話がしたい。よいか、名春爺よ。お前は神格だ。神格、生きていたのか。まさかあの噂は本当だったと。今までお前は。すまない、化石のありかを俺は知らん。だが村の記録に多少ないとも情報が残っているかもしれない。この村はとうに廃れている。訪れる人なんかいやしない。好きに調べても問題ないだろう。あれ、このおじさんの神格って知り合いだったのか。ありがとうございます。では私どもで調べさせていただきます。あの明春さんという方、特に神格さんへの悪意はなさそうでした。神格さんに危険が及ぶことはないでしょう。心配は無用だと思います。ああ、そうっぽいな。じゃあオイラたちは先に村の中を探させてもらおうぜ。数年前、師匠に内緒でこの地を一度だけ訪れたことがある。その時ここはすでに閑散としており、俗人しかいなかった。つながりのあった物や人は我から遠く離れていたのだ。それだけでなく、すれ違う人々は皆我を囲み、仙人として崇めるようになった。我は仙人ではなく、この村で生まれたただの娘であると伝えても、信じてくれる者はいなかった。誰一人とな。あの日、朽ちた家々を見て、我は言葉を失った。この世とは、広大で果てしない。どこへでも行けると思ったが、どこへ行けばいいのかなど考えても答えは出なかった。かなりの時が経ち、全てが変わってしまった。実は前回ここを訪れた時、
我は胸が締め付けられるような思いであった。だが、こたびはなぜか違うようだ。一人だといろいろと考えてしまうものだ。でも今回は友人と共に来たのだろう。ああ、我の友人だ。神格さん、あの方はもしかして劇に登場する神女なのでしょうか。よく考えてみますと、確かに彼女には仙人のような雰囲気があります。それに年齢も合致している。彼女と会話するとき道理で違和感があったわけです。もっと早くに気づくべきでした。そしてこの記録から一つのことがわかります。劇に登場する神女は冒頭に出てきた夫婦の娘のようです。彼女は自ら望んで名乗りを上げたのではなく、実の父親の手によって魔物の生贄とされたのでしょう。はあ、まさかこのような事実が隠されていたとは。実に悲しいことです。神女は劇で語られるほど勇敢ではなかった、そう言っていたのにもこれで納得です。望んで危険に身をさらしたわけではないのですから、父が書いた神女壁巻には修正が必要でしょう。花と酒を手に。これらを踏まえると、神格さんの父は秘術で神々を呼び出したのではなく、魔人の残骸からなる魔物をおびき寄せたようです。亡き妻への執着が悲劇の引き金となり、そして真実を知らない村人たちは別の地へと移り住んだ。ここが廃村になったのもうなずけます。ただ先ほどお会いした明春さんは神格さんの家とどのような関係があったのでしょう。はぁ、一通り回ってみたけど非化石に関する記録はなかったな。あっちの方も探してみよう。これだ！
中心を探せば非化石が見つかるみたいだ。よし、戻って神格にこのことを伝えよう。1年前、ここに帰ってきた時、通りすがりの商人から白い紙の鮮魚の物語を聞いた。まさかそれがお前のことだったとはな。俺はお前の父親と仲が良かった。だから儀式を止める機会もあっただろう。しかしそのまま見て見ぬふりをし、重大な過ちを犯してしまった。俺は毎年ここへ花を持って帰ってくるんだ。お前たちに謝りたいという気持ちを心に抱きながらな。なぜ謝る必要がある？あの時主が強行を止めていたとしても、きっと他の手段によって災いが降りかかっていただろう。愛する者のためならば、あの男は何でもする。その、あいつのことをまだ憎んでいるのか？それは分からぬ。我は孤独であだなす者。それゆえ師匠の赤ひもによって魂を縛られた。我の不穏な心は抑えられたが、仙人のように超然とした佇まいとなってしまった。過去のことを口にしても今となっては何も感じない。憎む憎まない以前の問題だ。そうか、本当に苦労をしてきたんだな。神格、戻ったぞ。じゃあ俺はこれで失礼する。お前が無事だったということを知れて俺はほっとしたよ。今度機会があったら昔のことをもっと話そう。おじさん、ありがとな。おかげで手がかりが見つかったぞ。ほら見ろよ神格、これに非化石の手がかりが書いてあったんだ。湖の中心に行けば見つかるみたいだぞ。そうか、ならば早速向かうとしよう。神格さん、一つご相談したいことがあります。先ほどあなたの父親が書いた書記を村の中で見つけました。神女壁棺には事実をねじ曲げた記載が多々あります。ですのでその内容を修正したいのです。なぜ修正する必要がある？先ほどもお話ししたように、劇とは実際に起きた出来事を改変したもの。それでも劇の主役となった方がすぐ目の前にいるのです。その気持ちを無視することはできません。構わない。先ほど主が語った劇を我はとても気に入っている。え？己の力を人のために使えるようになった時、本当の意味で人間の社会に溶け込むことができると師匠は言っていた。それゆえ我もいずれは劇で語られる人物のように、己を顧みず人々を守りたい。今までこのように考えたことはなかった。この先も同じ気持ちのままでいれるかはわからないが。いえ、ご安心ください。その気持ちがなくなることはありません。私から見てあなたはすでに変わりつつあるように思います。ただそれに気づくためのきっかけが必要だったのでしょう。神格、大きい、おしゃべりしてないで早く出発しようぜ。じゃないと誰かに先を越されちゃうぞ。Thank you.
花と酒を。見つけた素材はどちらも良質なものだ。仕上がりにも期待してもらっていいだろう。こりゃ俺も本気を出さなくちゃならんな。よっ、どうだい、そっちの収穫は。こっちはちょっとした問題があってな。実はスーリンのやつ、戦機革新を見たことないらしいんだよ。だから調査も振り出しに戻っちまった。まだしばらく時間がかかりそうだ。戦機革新の生産なら俺に任せておけ。お前さんたちは他のことをしててもらって構わない。大丈夫、そう時間はかからん。ではこちらは翔さんにお任せいたします。私たちは戦果受粉の準備をしましょう。しかし仙人に関するものとなるとどこを探せばいいのでしょうか。我が用意しよう。神格は？ああ、長年我は仙人たちの修行を受けてきた。樹布の作り方も多少心得がある。初めて会った時に言ったはずだ。我は競い合うためではなく軍玉閣のために来たのだと。もとよりここへは戦果樹布のために来ている。行幸殿が軍玉閣を再建するという噂を師匠が耳にし、樹布のことを我に頼んだのだ。それと同時に師匠はこれを機に人間社会へと戻れとも我に言った。だが我は俗世から離れすぎていたゆえ、いささか常識というものを忘れてしまっている。果たしてこのまま人間社会に残ることが正しいのか我にはわからぬ。だが主らと出会えたことは実に行幸であった。樹布については我に任せてほしい。ふん、事情をよく知らない私じゃそれが正しいかどうか判断しにくいが、それでもこうやって知り合えたのも何かの縁だ。もし辛いことや苦しいことがあったら私の船に飲みに来るといい。ああ、感謝する。翔、少し場所を借りても良いだろうか。今から樹布を作ろう。ああ構わない。それに俺も見てみたいしな、仙人の宝術がどんなものなのかを。
よし。呪符は完成した。師匠が作るものと比べたらまだまだだが、歴に関しては悪くないだろう。こっちも戦機革新が完成したぞ。よし、他の人に先を越されないよう早く私に行こうぜ。いざ。探していたのですか。では素材を確認しましょう。戦機革新と戦火呪符、どちらも高品質で特に問題はないようです。これで今回の勝敗も決しましたね。ではここに宣言しましょう。軍玉閣再建における素材集めの功労者は旅人さん、雲錦さん、北斗さん、この3名です。なんだって、もう終わりなのか。まだ浮上の石すら見つけられてないのに。納得いかん。はぁ、頑張りましたが今一歩及ばなかったようです。では皆さんには軍玉閣へと移動してもらいます。行幸様がそちらでお待ちです。あれ、北斗がいないけど、どこ行ったんだ？さっきまでここにいたのに。北斗さんは用事があり、少し遅れるとのことです。ではこちらに、私と一緒に来てください。じゃあ、オイラたちは先に軍玉閣に行こう。最後に軍玉閣に行ったのって、もうかなり前のことだよな。戦火呪符と戦機革新を組み合わせて軍玉閣の制御盤へと取り付ける。これで軍玉閣の再建も無事終了ね。あとはつなぎ止めている縄を回収すれば空高く上昇するはずよ。みんなご苦労様。さて、約束通り報酬を与えるわ。やったぜ。雲先生がここに来た理由についてはもうすでに聞いているわ。新しい劇にふさわしい舞台を探しているのよね。はい、行幸さんのご意見を伺いたいのです。雲先生が心を込めて準備してきた劇、きっと壮大な物語なのでしょう。なら初演はこの再建された軍玉閣で行うのはどうかしら。
ここは天高く舞う楼閣。絶景を一望できるわ。風を感じながら民衆の反応を見ることができる。ここよりも適した舞台は他にないはずよ。陽光さん、ありがとうございます。では、劇の道具が準備でき次第、それを軍玉閣へと手配していただけますでしょうか。名演を楽しめるんだもの。これくらい遠慮しなくていいのよ。旅人さん、神格さん、そしてパイモンさん、私はお先に失礼します。ぜひとも劇を見に来てくださいね。あなたは質問したいことはあるかしら。念のため言っておくけれど、あなたの妹の行方は私にもわからないわ。これに関しては聞かないようにしてちょうだい。おお、さすが陽子、いつも先を読んでくるな。はい、じゃあオイラの質問に答えてくれ。商売はあなたたちが思っているほど単純なものじゃない。経済力、人脈、流れ、木を捉えるための嗅覚、必要なものは多岐にわたるわ。もしモラを稼ぐ方法を聞きたいのであれば、約束通り答えましょう。でも今のあなたたちにはあまりおすすめできないのが正直なところね。おい、おいらまだ何も聞いてないのに。すべて顔に書いてあるんだもの。一目見ただけでわかるわ。もちろん軍玉閣の再建を手伝ってくれたのだし、それにはちゃんと答えるから安心してちょうだい。もしモラに困ったら私が雇ってあげる。報酬については最高水準のものを用意するわ。やったぞ。今度もしモラが必要になったら陽光のとこに行けばいいんだな。オイラたちが聞きたいことはもう聞いたぞ。神格は何を聞くんだ。我もいいのか。もちろん。だってみんなで力を合わせて素材を集めたんだからな。感謝する。しかし我が聞きたいことは特に。そう、めったにない機会よ。無駄にするのはもったいないわ。もったいないことはしちゃダメだぞ。何か聞きたいことはないのか。陽光殿、その我はリーユエコーに馴染めるだろうか。へえ、面白い質問ね。リーユエコーは寛容な場所よ。規則を守っていればあなたを拒むことはないわ。つまり大切なのはあなたがリーユエコーへの帰属意識を持てるかどうか。帰属意識？そう、ある場所を好きになったり、そこに馴染もうとしたりするのには、必ず理由があるの。その地で出会った人、経験したこと、もしくは、リーユへの雰囲気が好きで、その生活を気に入っているなんて理由もあるでしょう。とにかく、リーユエコーに残って生活するのなら、誰であろうと理由が必要よ。あなたもそれを早く見つけられるといいわね。承知した。よう、話し中か。野暮用で戦隊に戻っててな、少し遅れちまった。お、ちょうど北斗の番だぞ。北斗は何を聞くんだ。私か。ああ、私は特に聞きたいことはないな。今回は行幸のやつに無理やり手伝わされたんだよ。これに参加したのはついでだ。陽子、この前の約束忘れるなよ。あれはかなり厄介だ。私の戦隊だけじゃ対処しきれないかもしれない。心配ないわ。もう手は打ってある。傷薬の準備も万全だし、戦艦軍も待機しているわ。ならいい。だが気をつけろよ。油断は禁物だ。北斗、陽子？
何の話をしてるんだ？軍玉閣が空高く昇った時、自然とわかるはずよ。でも決していいことではない。知らない方が幸せかもしれないわね。初めて軍玉閣を訪れた時、私は高台の端に立ち、空からリーウェ港を眺めたわ。その時、私はいつの日かこの軍玉閣の陰で七国を覆い尽くそうと考えた。今でも私の願いは変わらない。でも今回の軍玉閣の再建は私自身のためだけではないの。私が願うは、軍玉閣がこの先も永遠にリーウェ港の上空を飛び、世の繁栄と平和を見守ること。みんなも一緒にそれを見届けてちょうだい。昇空儀式、これより開始するわ。現れたわね、渦の酔いバッセ。誰なんだそいつは？あのオセルの妻、渦の魔人の最後の追従者よ。教皇は最初から知ってたのか？海洋の変化に勘が鋭い北斗は以前から私に警告していた。この時期に軍玉閣を再建したのも、バッセが持つ軍玉閣への憎しみを利用し海から誘い出すため。それなら仙人に力を借りに行こう。その必要はないわ。今はもはや人間が統治する時代。この訪れし危機、リーウェ港の人々は自らの力で乗り越えなければならない。存在自体が周りに危険をもたらす。お前は生来そういう運命なのだ。彼女の命と引き換えにこのまま死んでくれれば。他人のため力を使いたいと思った時、人間社会にも溶け込むことができるだろう。
ぬしろなぜついてきた。神格一人を危険な目に遭わせるわけにはいかないだろ。そう危険なことでもない。イーユエコーの人々はこのことをすでに想定していたのだろう。他の者はすでに手負いであった。あやつは執念で持ちこたえているだけに過ぎない。我も体力を消耗したが、かような命のやりとりは我の方が得意であろう。オイラたちの力になるぞ。剣を入れよ。失礼。難攻不落。いざ剣女盤石。地盤は堅固ではない。深追いは危険だ。ひとたび崩れればその被害は想像もつかないものになるだろう。ここは引いた方がよい。しまっただけだ。問題はない。我一人であやつを始末しようと思ったのだが、まさか主も追ってくるとは。だが心配はいらぬ。あれがこの地に来ることはもうない。あれほどの傷を負ったのだ。他の場所へ行っただろう。先ほど水の中で一体何が。すでに解決した。水中へ潜る前から傷を負っていたゆえ、我もあまり手を焼かずに済んだ。そう、無事で何よりだわ。いずれにせよ私たちはこの危機を乗り切ることができた。後で軍力閣へ来てくれるかしら。この礼はしっかりとさせてもらうわ。行幸様、船体からの報告によると、水の魔物は幸運閣一帯から去り、周辺海域は正常に戻ったようです。ご苦労様。戦艦軍の状態は。行幸様が用意してくれた傷薬、それと国政様の指揮のおかげで、なんとか被害を最小限に抑えることができました。もちろん、助けに来てくれたこの方にも感謝を。戦艦軍を代表してあなたにお礼を申し上げます。我は そうか、それは何よりだ。雲先生の劇を見たとき、神女へと送られる賞賛を素直に受け取れるようになるかもしれないな。だが我は英雄になろうとしたわけではなく、ただ主を守りたかっただけだ。ひとまず兵士たちは休憩を取りなさい。でも油断は禁物よ。
あれが再び訪れる可能性もある。警戒を怠らないようになさい。はっ。長いこと影から見ていたようですが、何か結論は出ましたか？わらわの意見を聞いておるのか？もし神格がいなければ、こたびの件はそう簡単にいかなかっただろう。それは否定しません。しかし、彼女がこの場にいなかったとしても、最終的な勝利はやはり私たちが手にしていたでしょう。無論戦いはより苛烈を極めていたとは思いますが、それにいざという時にはまた軍力格を落とせばいいだけの話です。人間が模倣し手を加えた奇襲機を見てきた。確かに新奇な発想を多少使っておったな。失敗から学び、事前に計画を立てることで危機へと立ち向かう。前回から随分と進歩したようだ。今回は旧大点としておこう。これからも試練があまたと訪れるはずだ。わらわはずっと見ておるぞ。天寿園の座にいる限り、リーユへの平和は私が守ります。神格よ、数年前お前がこっそりと山を下り、悲しみに満ちた顔で戻ってきたのをわらわは見ていた。今回このリーユエコを訪れ、心境に変化はあったか？ああ、変わった。しかし、まだうまく言葉にできそうにない。だが、想像をしていたよりも、良いひとときだった。ならば良い。旅人、神格のことは任せたぞ。ふむ、あれこれ話をしておったら、神格の子供の頃を思い出したのだが。それは語らずともよい。そうか。お前といい、あやつといい。まあ、聞きたくないのであればよかろう。今回は見逃してやる。さて、わらわは帰るとしよう。二人とも、まずはゆっくりと休んで。落ち着いたら、また軍玉閣に来てちょうだい。軍玉閣の再建と、リーユエが無事危機を乗り越えたこと。今回の宴は、かつてないほど盛大なものになるわ。難攻不落。予想していた範囲内に収まった。でも計画全体を振り返ると、まだいくつか荒があるわね。もう少し時間に余裕があれば、ここにあらかじめ結界を張って波を防ぐこともできたでしょう。これらの教訓を生かし、繰り返さないようにしないと。今回はあなたたちが手伝ってくれたおかげね。感謝するわ。
集まってくれた方々はこの行幸の大切な客人。今日は思う存分宴を楽しんでちょうだい。お酒が飲めない人は他にも飲み物があるから安心して。美酒は心を安らかにするけれど、それは何もお酒を飲むことに限った話じゃないわ。この軍玉閣から見える美しい景色を眺めるだけで酔いしれることだってできるはずよ。聞いたか？今日雲先生の舞台を拝めるらしいぞ。ああ、実はそのために俺は来たんだよ。雲先生の劇は一つも見逃したことがないからな。今回神女壁館という演目をやるらしい。雲先生の父が執筆した劇とのことだ。あまりにも楽しみでここ2、3日よく眠れなくってな。見て、雲先生が舞台に。这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，唱与诸位听。茫茫天地无依靠，孤身离去。今日再会，新朋旧友坐满堂，共聚此时。私の舞台はいかがでしたでしょうか？すっごくよかったぞ。機会があったらオイラにも演技の仕方を教えてくれ。見事であった。そして礼を言わせてくれ。いえ、あなたのおかげで真の壁館をより完璧なものに仕上げることができたのです。劇の幕は下りましたが、
あなたの人生はこの先も続いていきます。将来きっとリーウェイ校に馴染むことができると私は思いますよ。ああ、感謝する。我も変わるためのきっかけを見つけられたようだ。うん、先生、ここにいたのか。ん？そこの白い髪の姉ちゃん、ただものじゃないようだな。まるで仙人みたいだな。ん？まさか、お前があの神女なのか？それに、そっちは有名な旅人じゃないか。ああ、今日は本当に来た甲斐があったな。椅子をこっちに持ってきても、ほら、一緒に話そうぜ。残りの酒を目や鼻で飲みたくなければ、さっさと消え失せるといい。この感じ、初めて神格と会った時に戻ったみたいだな。何をする気だ。神格、落ち着けって。次はどこに行くんだ。劇の世界に入らないとうまく歌えない。あなたたちと共に天光山へ行ったおかげで今日の演技により深みが増しました。今度また新しい劇が完成しましたら、今回のように役作りを手伝ってくれませんか。今にして思えば、師匠が呪符のことを我に頼んだおかげで主と出会えたのだな。今後もよろしく頼むぞ。今回軍玉閣の再建にあなたは大いに貢献してくれた。このことは心に留めておくわ。いずれこの恩を返させてちょうだい。もっと飲め、もっともっと。軍玉閣で酒を飲みながら劇まで見れるなんて、これほど幸せなことはない。いつになったら私も軍玉閣みたいな建物を作れるのかしら。はあ、私の財力ではまだまだ先のことよね。でも夢を持ち続けて頑張ればいつの日か。